こうね、こうやると彼女も反発しますよね。で、今日はいつもいなくなるのやってるんですけど、今日は反発を利用するっていうのをやろうと思ってるんですよね。今、その前に喧嘩してるんですよ。で、何もしてないのね。何もしてないで、こう、こうやっちゃうと、ここ重たくなっちゃうの。自分の近くでこう、乗り切って入って。彼女いなかったらいなくて関係ないんですけど、で、すぐ下がってくれたのがね、こうやって後ろに入ってくれば、こういう状態から、こうやってやって、後ろに入ってくれば、こう、出てこう、ね。自分の重心使って、自分に、ここね、で、ちょっとずれて、こっちに、こうやって出たと。で、それともう一つはいなくなるのね。相手の前からいなくなる。見えなくて、見えなくて。そういう感じです。では、この二つ。いつもいなくなるのやってるんですよ。で、将来彼の反射を利用するっていうのをやりたいんですね。で、っていうのはなぜこんなこと言ってるかっていうと、塩田先生の動画見てたの。さらに塩田剛三先生はやっぱりこう集中力とか言ってるんだけど、その自分の全体を使って彼に作用させてバーンってこうね、それのところがうまいのね。で、こう来てバンと来た瞬間にこうやってるの。だから崩れちゃうの。で、これがないって方法もあるのか。いなくなってもね、やるとこう。それ今までやったの。今回は、ちょっとこう、バンってこう固まったよね。固まったとここう。そう、固まった瞬間にやってるの。固まった瞬間、パタッとです。こういう、なんか知らないけど。やってるんだよねやってるなって思ったので、そういうのを練習した方がいいかなと思って、このバンってやっぱ僕は上手くないから全体的にこう彼の方に入ってきた。さっきの転換と同じ多い転換に入ってきた。それでこっからずっと下がってくればこうなっちゃうんだけど、塩田先生はこのバーンってこの感じだ。そしてこうやったのね。だから何もしてないんだけど、ように見えるんだけど、それがバッてやったという瞬間にこう、でそういう練習をした方がいいかなと思って。で、最初からそれはできないから、最初に自分がぶつかった時にぶつかっていくんだけど、狙ってね、ほら崩れちゃうじゃん普通。でもその時にこう来るの分かってんだから、分かってんだから、それをこういう詰めて、少しね、詰めて、こうやって下のを詰めていく、詰めていくでしょ、こうバンッと詰めていくでしょ。何もしてないんだけど、こう重心使ってここ動かさない、こうやってやると、なんだろうな、手でやってることになっちゃうから、こう持たれて吸収して、グイン、これで吸収して、グンって吸収して、ぶつかったよね。で、グンってこう、最初これだけやって、やり方はどういうやり方がいいか分かんないけど、ちょっとやってみましょうか。ね、こうしてさ、こっちじゃないのね。ほら、じゃなくて、これは自分の重心だから、自分の重心、この立ってるここの重心にこういうふうに入ってる。彼は押してんだけど、この僕は押して、僕は自分の重心の膝を抜くと、こういうふうになってるから、合力が向こうに行っちゃったの。合力なのね。だから決して彼の方に、こういうふうに押し込んでないの。僕の重心はここだから、こういう。それで、こうなってた。だから自分の重心を使ってっていうかな、自分の体重を使ってっていうかな。で、方向は、緩んでたらダメだから、詰めてきていっぱいいっぱいになっちゃって、で彼はこっちを押し上げてる、それで重心を抜く、そこうなっちゃった、こうね。でそこをこう変わってきて、なんかこうやるという話だと思うんだけどね。あとは一番簡単なのはこうやってバンッバンッつけて、こうね、まあ、じゃあどうなのかな、バンッとぶつけて彼がこう縮まった、
ね、このまま行けばこうなっちゃうんだけど、こういう状態から抜いてなんかやるのに詰まった状態、それを抜いて解放して、なんか銃になる、自分が銃になる、何でもいいから、こう詰まったね、その瞬間こう、あ、こうやってやって、なんかこう解放されて、足、銃にこう詰まって、こう詰まった、その瞬間こうあって足を引く、そういう練習とかいろいろやって試して、詰めてガン、ぶつけるって言うんじゃないんじゃない、ぶつけるってこうやってぶつけていくんじゃなくて、重心のとこにこうに入ってる、ここにこうに、これをこう近づいてからこうに入る、それで抜くのね、で自由になる、それからなんかじゃあそれ作って、こんなの初めてで、ね、僕も初めてなんだよね、だからやったことないから分かんないんだけど、要はここからみんなこうやって詰めていっちゃうとするとダメなのよ。じゃあこその時にいなくなって場所もらうって言ったんだけど、いなくなって場所もらったので、でこうそれと離れてて、ここらダメ、こうなっちゃうから、鉄棒と同じ、鉄棒がこう自分に近いじゃん、それと同じ、ここにあるの、ここだとできない、これできないね、ここだからできるの、ここに体重が乗ってるって感じだよ、自分の全部の体重がここに鉄棒のものっていう感じだと思います。それで技だな、それで小投げとか弓投げとか今試してもらったんだけど、ちゃんとね、こうやっていなくなって離れないで近づいて、こう崩れたね、そしたら自分だけ行っちゃう、自分だけこうバーンって来たら自分だけこうに、そして後ろもらって、それで転換、あ、こうなってきて、こう弓投げね、こう来て近い抜いた、膝抜いた、崩れた、それを解放するのにこっち解放しちゃうから、解放する前にこっち向いて解放すると、こうので自分が足、そしてこれヒットの形だなんてしょうがないか、こう来てこう来た、解放してくるとこう来て、場所をこうもらって、自分だけこう、要はこう来たのをここで落とさないでもらってからこう落とすか、そして解放、そして足踏みして落とす、そういう感じ。じゃあ何だっけ、一挙と塩投げといてみたいな、基本的なやつ、今一挙とか三挙とか、いや三挙じゃねえや、手を投げとか弓投げとかやってたんだけど、で今度はじゃあ勝手に要はこうやってやってグンって詰まった瞬間に手にいっちゃったら体緩んじゃってダメになっちゃうんだから、でこうやってなんていうのかな、その反射もらうには、この反射をもらう時にこう、例えばなんていうのかな、もらい方が難しいんだよね、それが言うと思うんだけど、でそのもらい方をやるためにこうやってやって、こういうふうにほらもらった時には終わってるっていう、そういうふうにやりたいの、ガーンとやってもらった時には終わってる、ここね終わったよ、そういうふうにやってたんだよね。で今1挙とか3挙とか、あ、2挙とか弓投げとかやったんだけど、で今度はねこの必ずこの反射が来るから、それをもらってなんかこう何でもいいからね、こう自分のなるべくここを変えないで、ここ持たしたまんまここ変えないで、こうゆっくりでいいから
あんまりポンポンってもらうと難しいから、ガツンってやってゆっくりこうね、詰まったよね。でそれを動かさないようになんかこう変える、こうそういう練習、こうそれから技ね、そういう風にやってるのかな、ね、僕もやったことないからね、これね、あのすごく難しいんだけど、ここでやるスタートしないで思わずにバンってこういう詰めた状態、それからここを動かさないで自分が足をいろいろこのままこのままこの詰まった状態のままこうもらう、強くないけどね、こうかなでこうやるね、じゃあそれ最後にやってそれで終わりましょう、はい、今ちょっといいことが気がついたんじゃねえや、あのあれだけど、これこうじゃん、これ下からもらうって、あ鉄棒で、ね、要はさこういう位置だとできないから、鉄棒のこうやってやってるのと同じで、ここに全体重を乗せたいわけよ、自分の体重で膝抜きたいわけ、ってことはさこうやってこうやってやったらこれできないんだよね、これ抜けちゃうんだよ体重が、だからこれやってる場合は自分が上に来たいわけ、こういうこういう、だから最初作るのが必要、この手で作ってこういうふうに上にこういう状態で重みがここ伸びるようにしとかないと、こうやってやったらこうやってやったら抜けちゃうんだから、こうやってそれ大事じゃないかな、こうやってやって体重が乗るようにして、体重が乗るようにしてからこうでこうやって座れば合力が向こうへ、そういうふうにやった方がいいんじゃないって思ったのね。じゃあ終わりましょう。はい、ありがとうございました。